は健太郎です。今日はですね、これは下踊ダムという、飛騨ではどうでしょうね、1、2を争う、まあ2番目ですかね、2番目くらいの大きさの、うん、結構大きなダムですよ。はい、に来ております。はい、遠くの山を見てください。ちょっと見えるかな、アップしますね。はい、もうまだかなり雪残ってますね。標高にするとね、多分1600ぐらいのね、高さの山ですけどね、うん、まだかなり雪残ってますね。はい、僕はこんな山の中の町に住んでおります。はい、で、これが下踊ダムです。ここはね、小さな支流が2つ流れ込んでるバックウォーターですね。はい、実はですね、ここ、一昨日のね、6日の日に、大物のニジマスですね、40センチ弱ぐらいかな、のニジマスが、600キロ、はい、放流されております。はい、今日はね、それを狙ってみようと思います。はい、ただし今日のタックルはですね、はい、ちょっといつもと違います。はい、これです。はい、ルアーロッドです。これ、缶釣り用に昔買ったね、ルアーロッドなんですけど、5.6 フィートのウルトラライトですね。はい、リールはね、2000番ですね。これ、メバル釣り用に使ってるやつです。に、同じくメバル釣り用の3ポンドのナイロンの糸を巻いてあります。今日はこれでね、ルアーでちょっと釣りをしてみようと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょうかね。風もなくて今日は釣りやすいですね。まあ、あの6日の日もね、放流日も来てたんですけどね、うん、その時はちょっと撮影はしてなかったんですけど、うん、6日の日はちょっと1時間、2時間くらいかな、2時間くらい釣りして、まあ3匹くらい釣ったんですけどね。今つけてるのはね、3グラムのスプーンですね、シルバーのを今、5カウントぐらいで巻いております。でも6日の日に比べてだいぶ水位落ちてますね。どうだろう、3メートルか4メートルぐらい落ちとらんかな、4メートルぐらい落ちてますね。ちょっと今雨降ってないですからね。うん、それに今あの原発が止まっとるからね。ここはあの電力会社さんのねダムなんだけど、今フル発電してるみたいですね。どうもね、原発止まっちゃっててね。もうでも2日経ってますからね。ここはあの餌釣りの人が多いんですよね。一本竿とかね、投げ竿でね、浮きつけて餌釣りでニジマスする人が多いんですよね。だいぶちょっと抜かれちゃってるかもしれないね、ひょっとしたらね。まあちょっと場所変えながら順番にやってみましょうかね。
まだ残ってはいると思うんでね、まあ、スプーンですからあれだね、どの棚に折るかですかね。ただこのダムね、すごいあの雑魚も多いんですよね下道となる魚もね、まあ、ウグイは当然いますし、あとハスですね。あのこの上流にある川でね、あの琵琶湖産の血合いを入れるんですよね。そいつに混じってどうもね、あの琵琶湖でおなじみのね、あの辺の地口の追い川みたいな魚ですね、うん、あれが大量繁殖してますね。まあ、あとはね、こういう流れ込みの、ね、川がいっぱいあるんで、当然イワナもいますし、あとニジマスですね、放流してる。それからあれかね、ヤマメもいますね。あとあれもおるね、あのナマズね、うん、このダムを利用してね、ナマズの養殖をしとるんですよ、うん、そのナマズも結構いますね。まああとは鯉ですね。ここは大きな鯉が釣れることで有名ですからね。うん、反応がないね。よいしょっと。これは多分ハスだな、当たりあったけど、あ、ウグイかな。だいぶ沈めたからウグイかな。乗りませんでしたね。まあニジマスなら多分グーンと引っ張りますからね。これどっかに、あーっとでもつい上限反射、ああ、上限反射で合わせちゃうなああー、しまった、ニジマスだった。ニジマスだった。うわ、いるな、いるね、まだ残ってるね。ちょっともう一回同じとこ投げようか。今ね10カウントだったね。10カウントしようか、もう一回。あ、いるね、ニジマス。あ、結構残ってるね、まだね、釣られずにね。ちょっと天気悪かったからあんまり釣れてないのかね。乗らんね。ニジマスかな、ようわからんな。ちょっと竿が柔らかいからね。あ、でも今日曇り空でとても魚っ気ありますね。これピーカンだとちょっと苦しいね。うん、どうも岸寄りのブレイクにおるみたいね。次はどうかな。2、乗りましたけど小さいな。これ違うね。あ、ハスだねこれはジャンプしてますね。あ、外ったこれはもう完全ハスですね。あのサイズのニジマスは入ってないんでね。ああ、外れたけど、今のは完全ハスですね。あいつ臭いんだよな。ちょっと匂いがきついんでね、あいつあんまり触りたくないんだよね。今のはまあ完全にハスですね。ダメでしたね。よし、ちょっとルアーチェンジしましょうか。多分まだあれなんだよな。
ちょっと切れないな。うん、さあ何色にしようかな。ちょっと気持ちあれだね、香料が足らないかね。うん、ちょっと定番のゴールドにしてみようか。金色にしてみましょうかね。重さは同じ 3g です。見えるかな。はい、このゴールドに変えてみようと思います。今ね、僕はあのスナップリング使わないんでね、もうライン直結してます。でちょっとね3ポンド直結びだとちょっと不安なので、ショックリーダーとして6ポンドかな、今6ポンドのラインを1メートルほど結んでおります、先端にね。でその先に今スプーンをつけてます。3ポンドでもね多分切れないと思うんですけど、うん、ちょっと不安なんでね、うん、昔ね3ポンド直結びでね渓流で釣りしてた時に結構いい魚かけてね、もうブチ切られた覚えがあるんで、悔しい思いしたことがあるんでね、今はずっとショックリーダーっていうかね、ちょっと太いラインをね先端につけるようにしてます。今のとこ映ったのはさっきバラしたハスだけかね。まあハスも結構ファイトしますからね。あ、食ったか。食ったね。食ったけどこれもあニジマスじゃないな、このあたりは。あ、これかかりましたね。なんだろう。あーと、これは君はうぐいでした。うぐいでした。はい、うぐいです。うぐいです。はい、まあちゃっちゃっとバラし、うん、あの外して釣り再開しましょうかね。君でしたか。まあ君はお呼びでないよ。またでかいの。またでかいですねこれ。おお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 、こうかな。はい、バイバイ。うぐいちゃんでしたね。ちょっとあれかね、ルアーが小さいからああいうの来ちゃうんかな。いやでもこの竿だと5グラムまでしか投げれないしね。まあうまいこと投げだよね、5グラム以上でも投げられるとは思うけど、あまりちょっと無理したくないね。うん、竿を折っちゃったりするでね、あまり重いもの投げるとね。ダメだね。よし、じゃあちょっと今見えとるね。うん、こっちの方行ってみようか。今正面の方だね。あのちょっと岬の方行ってみましょうか。よっしょ。わあ、やっぱダムだからあれだね。ちょっと足元が悪いね。うわ、沈む。あ、この辺もいいね。ちょっとこの辺やってみようか。
まずこの辺からやってみましょうか。そこでブレイクになっとんね。これちょっと石垣の跡みたいだね、これね。なんかね、昔あの畑でもあったのかね。あ、そうですか。ご多分にこれ漏れずね、このダムも確か1つか2つ部落が水没してますね。昔住んでた人がね、住んでた跡がね。まあ、ちょうどその高度経済成長期のね、名残って言ったらおかしいけど。来たけど1頭目で、これは多分ハスかウグイだね。しかも小せえ。よう食ったなお前の。これは何でしょうね。ウグイかな。ウグイですね。ウグイだね。またちっちゃいの、よう食ったね。はい、2匹目はまたウグイでした。はい、じゃあとっととリリースして、はい、次行きましょう。まあよう食ったのお前な。はい、行ったか。あ、行ったね。ちょっとあの川にいるウグイと違って背中が青いね。グリーンバックだね。ああそうか、今ダム水が徐々に減っとるからね、沖の方へ流れ出しとるね。ゆっくりだけど流れあるね。あ、乗ったけどこれもウグイだね。ウグイだよな。あ、そうだね。このサイズのヤマメとかおるといいけどね。ウグイですよね。なんですよね、ウグイくんですよね。3匹目もお前か。はい、3匹目もこいつです。おかしいな、まあ、魚系はあるけどね、なんかちょっと噛み合ってないね、いまいちね。よっと、はい、しまった、触れちゃった。あ、くせ。生臭い。ここ特有の匂いがしますね。臭いです。絶対おるはずだよね。まあさっきおったからね、確認しとくからね。まあでもついてきたの1匹だけだったね。結構抜かれとるんかね、もうね。ひょっとして逆にね、抜かれとるかもしれんね。ちょっと移動してみようか。ちょっと反応ないね、本命の。よっこいしょ。そうか、この濡れとるとこが昨日の水位か。ってことは1メートル以上は下がっとるね。1メートル20ぐらいかね。ここはちょっと岬になってていいね。浅いとこにすごいベッドおるわ。ウグイかな。ウグイっぽいね。ちっちゃいベッドがいっぱいおるね。よし、ちょっと座ってやろうか。新しいとこ来るとまずウグイの反応ですね。ここはちょっとなだらかなブレイクでだね。相変わらずウグイだ。ゆっくりしてた。ウグイ君がくっついてくるね。ここはでも魚っ気あるね、すごい。雑魚のね。本命くんはちょっと分かんないね。
ぶ水位が落ちたからね、あれかね、ちょっと活性も落ちとるんかね。そうだね、放流日と比べるとかなり低いもんね。 3メートル下がっとるね。なんか来ましたよ。お、ドラグが出るけど結構いいサイズ。お、なんだろうあ、これはひょっとして本命か、本命かうん、あ、違うか、本命かな、本命、あ、本命だ、本命のニジマスくんです。ようやく来ました。おお、うん、ちょっと尻尾丸いね。まあ放流したやつやでな。あ、本命です。映っとるかな。はい、本命のニジマスくんですね。型はどうだろう、うん、尺ぐらいかね。いやー、ようやく来ましたね。これオスだね、オスだね。はい、今日はねちょっとネット持ってきてないんでこんな形でしか映せませんがはい、はい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 、ちょっともうこっちの方がいいかな。おお、まあ、ちょっとヒレ丸いけど引くね、引くね。はいはい、来ました、来ました、はい、来ましたよ。あんまりリールを着たくないんだけどね。はい、釣れました。おおうおうおう、うん、まあ綺麗ですね、綺麗なニジマスくんですね。はいはい、じゃあちょっとリリースしようかね。リリースしましょうかね。うん、ちょっと待ってよ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 。ちょっと硬いね、あ、口がね。はい、バイバイ。あら、また引っかかったじゃん。また引っかかってんじゃん。あ、下側に引っかかったのか。はい。そこじゃないぜ。こっちだよ。こっちですよ。はいはいはい、こっちですよ。よ、バイバイ。いや、ようやく来ましたね、本命くん。うん、ここいいね。地形はいいとこだもんね。よし。よし。あ、やっぱ放流されたばっかだもんで、ここ特有の、あの、きつい匂いがついてないね。はい、じゃあ。もう一回やろうか。まあまだいますからね、間違いなくね。